はい、こんにちは。こんばんは。おはようございます。ってことでジャークフロストを討伐しに来ました。ここが最終地点だほ。おい、見ろフロスト、やつだ。あいつほ、あのジャークフロストに間違いないほ。あいつに俺は仲間を殺され氷漬けにされたほ。ついに追い詰めたほ。相変わらずおかしなオーラを身にまとっているほ。君、ランタン君を氷漬けにしたほ。他にもたくさん壊したり殺したりしたほ。いや、フリガー、おいらじけみろのは変わらわらず。なんだこいつ、変な言葉を喋っているほ。ひほグニニ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 、壊すほ、すべて壊すほ。こいつどうやら話の通じる相手ではなさそうほ。オイラたちでこの暴走を止めるしかないほ。やるほ、俺たちでやってやるほ。はい、ついにやってまいりました、ジャークフロスト戦。こいつはくるくるジャンプで飛んできて攻撃をしてきます。しっかり攻撃パターンを見極めながら対応していきましょう。この上からの攻撃はバトンタッチでうまいこと良ければ MP 回復のボーナスステージとなっているので、しっかり回復していきましょう。これは普通、無理ぽ。今の避け方かっこよくない？わかったから戦闘に集中しろ。今のは避けれんやろ。ほぼ同じタイミングで炎と氷の攻撃してきたな。また同じタイミングで攻撃されたな。しゃあ、やったほ。思ったよりも楽勝だったぜ。ちょ、サイズ的におかしくない？ひひひ、ほほほ。わねね、わわわ。すべて、破壊する。ヒーホー。ヒーホー。
く。どうやらまだ戦いは続くようだほ。こうなったらとことん戦うほ。泣いたり笑ったりできなくしてやるほ。はい、ってことで、ジャックフロスト第2形態との連戦です。こいつの当たり判定が顔なので、デモニカスーツでは攻撃を当てるのが難しいので、魔法攻撃に切り替えていきます。あと、手持ちの回復道具も惜しみなく使っていきたいと思います。出し惜しみなしの一発勝負だぜ。
しゃー。急に思い出すからびっくりした。やったな。ちほ。ジャックフロストの動きが、止まったほ。ぐぐぐ。ぐぎゅ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 。グギュニ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 ュ。じじじ。じゃ、クイクイクイ。さん。ちほ。ジャックさん。だっちじじ。僕の、声。わかりますかかか。ちほ。ジャックフロストが喋ってるほ。いや待て、これは。この、声は、まさか。ジャックさんたち、僕です。わかりますかちほ、この声はジェイ君だほ。そう、僕です。J です。どうしてジャックフロストの中から J の声がするほ？ジャックさんたち。あなたたちのおかげです。あなたたちのおかげで僕は、自分を取り戻すことができそうです。どういうことほ？ジャックさんたちがジャックフロストを弱らせてくれたおかげで、僕は以前の自分を、はっきりと、すべて、思い出しました。僕はもともとこの世界の住人でないってこと、以前話しましたよね。僕はコンピュータープログラムを介してこの世界の悪魔に臨時していたのです。意味がわからないほ。悪魔に乗り移ってたってことほ。そうですね、そういうことになりますね。でも僕の意志でそうしようと思ったわけではありません。僕は、送られてきたプログラムを起動しようとしただけなのですが。つまりジャックフロストはジェイ君だったってことほ？ジャックフロストは僕のアバター、つまり分身なのです。でもその分身が暴走を起こし、僕は精神を切り離され、この世界から出られなくなりました。でも、ジャックさんたち、あなたたちがアバターの暴走を止めてくれた。だから僕は人間としての意識を取り戻すことができました。さあ、アバターに最後の一撃を。弱っている今なら、僕が動きを止めることができます。さあ、早く。ちほ、そんなことしたらジェイ君も死んでしまうんじゃないほ？いえ、僕の計算が正しければ、死なないはずです。たとえ死んだとしても、いや、アバターがいなくなれば、僕は現実世界で目を覚ませる、はず。さあ。ジェイ君、腹決めてるんだな。ってなんでチャージしてるんだよ。ジェイ君、最大の一撃でほふってあげようと思って、悲しいな。ありがとう。君たちのおかげで僕は、救われました。僕は人間としての自分を取り戻すことができました。本当にありがとう。
そのようだほ。ジャック・フロストは完全に消滅したほ。ジェイ君は？ジェイ君は無事ほ？さあな。あいつは、人間。俺たち悪魔とは住む世界が違うほ。人間。うん。不思議な存在だほ。お、世界が。最初の PC 画面に戻ったな、だね。人間よ、すべて準備は整った。未来は切り開かれたのだ。心より感謝する。速報、シュバルツバース合同計画実地を国連が発表。速報、ジョーンズ氏、突然の死去。ジョーンズ氏、J 君って、ジョーンズの J？ ってことは J 君死んだの？マジか、あれだけ助かりそうな雰囲気だったのに、もしかして一か八かだったのかな？J 君には助かって欲しかったけど、ほんそれ、まあ死んだ方がメガテンっぽい感じではありますが、このゲームディープストレンジジャーニーをプレイしてたら、また違ったところが見えてくるのかな？だろうな、コメントで色々教えてくれた方がいたけど、初めて聞くことだらけで大変ためになったぜ。これを機会にディープストレンジジャーニーをプレイするか？ 3DS 持ってないので無理です。悲しい。ってことで新女神転生シンクロにして、長々とお付き合いいただきありがとうございました。無料配布ってのがもったいないくらいのよくできたゲームだったと思います。ほんそれ、Steam などで販売してもいいレベルだぜ。メガテン5の初回限定版に特典として入れてもいいんじゃないかな？ねえ、アトラスさん。30周年記念の時に新しい作品の無料配布待ってます。ってことで今回はエンディングを見ながらお別れします。この動画が気に入った方はチャンネル登録と Twitter フォローもよろしくです。下の概要欄に Twitter アカウント載せておりますのでよろしくそれではここまでのございました。今後ともよろしく、よろしく哀愁。